下向くな、上見ろよ。どうも上村壮太です、お願いします。今日は何やるんですか？何も聞いてないんですけど。あ、リクエストですね。ありがとうございます。読ませていただきます。はい、東京都ペンネームてっちゃんさん、猫ひたでミット打ちを披露してくれた K1 王者の山崎秀明さんが青葉台で、ジムを始められたそうなので、ぜひ体験してきてください。え、行っちゃっていいんですか？いいですよ、行きましょうよ。え、強くなります。やっぱね、男ってやっぱ強い方がいいじゃないですか。頑張ります。わあ、すごいよこれは。じゃあこちら、こっちと。うおお、すごい。ありがとうございます。めちゃくちゃおしゃれっすね。え、テーマは本当なんかアパレル屋さんにこうジムをマシンを置いたみたいなテーマで。今回お邪魔したのは青葉台駅から徒歩5分の場所にあるグランツさん。グランツっていうのは、まあ、ドイツ語で輝きとか原石とかっていう意味がありまして、はい、まあ、自分磨きと言いますか、一応セミパーソナルジムっていうシステムに、はい、ジムになりまして、長く低価格で、まあ、質の高いトレーニングをね、提供できるようにとこのシステムを、やらせていただいたんですけど、トレーナー1人に対して、まあ、最大3名様っていうスタイルで、はい、男性女性とかって、はい、そういう一応オーソドックスの、セミパーソナルプランっていうプランでは女性専用で、そうですね、男性と一緒にトレーニングとか、女性と男性がこう混じってトレーニングすることは、普通はありなのないっていうスタイルになってまして、それ以外に、まあ、カップルプラン、ファミリープラン と、まあ、マンパーソナルプランっていうのがあるんですけど、まあ、カップル、ファミリープランっていうのは、まあ、ご夫婦、パートナーで来ていただく分には、男性も入室可能というスタイル。じゃあ僕今、今すぐ彼女を作ってください。待ってください。その一応マンパーソナルプランっていうのもあるので、1対1のセッションもありますので。ちなみに、このグランツさんのお隣には業務提携しているティーズキックボクシングジムがあり、ここでは本格的な格闘技を学ぶことができます。会員様には毎回お水を1本プレゼントさせていただきますので、ありがとうございます。はい、常温と冷水選びますね。1、2、まずはストレッチで体を温めます。オッケー、ナイス。オッケー、じゃあウォーミングアップはこれぐらいにして、はい、実際にトレーニングを行ってみましょうか。お願いします。マシン自体がめちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね、はい、最近オープンされたんですか？そうですね、はい、10月頭ですね。めちゃくちゃ最近ですね。で、グッと下ろします。はい、5回いきます。はい、1、 OK、 はい、2、 3、 はい、4、 いい深さです。はい、5、はい、 OK、 頑張って。トレーニングは3セットずつ行います。そう、はい、ではちょっと上半身見てみましょうか。はい、 OK、 上げて、いいです。ロー、オッケー、ナイスです。どうですか？効きますね。やばい、これは。そうですね、はい、まあでも本当無理なく、それぞれの皆さんに合わせたプランでメニュー作成してるんで、腕の方、見える筋肉をしっかりやっていきましょう。最高ですね、はい、そうですね。で、グーッとで開く、そうそうそう、あー、やばい。10、はい、オッケー、ナイス。オッケー、効いてますね。やばい、きついっすね、これ。えぐい。これのトレーニングは結構すぐに効果が出やすいんで、言っちゃ悪いですけど、本当手っ取り早いトレーニングというか、うわ、はい、もうすぐいい体になれるトレーニング。え、欲しい、はい、欲しい。はい、3、いいですね、さっきよりフォーム全然いいです。この調子で猫ひた筋肉枠目指します。筋肉枠目指します。いや、いいですね、一番。じゃあ次、アームカール、二頭筋の方行きましょう、はい、お願いします。そう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 、ここ、はい、2、いいですね、9、いいです、10、 OK、 でゆっくり話してください。 OK、 素晴らしい、はい、来てますよ、はい、おお、やばいっすね。限界からが成長ということで、はい、限界からの、はい、そうです、限界突破が成長で、限界はやっぱり現状維持っていうスタイルですね、はい、一応、まあ、カウンセリングシートにも
どれぐらい追い込んでほしいですかっていうので5段階であのチェック入れるところがあるんですけど、はい、それにまあ応じてあのメニュー作成させていただいてるんで。あ、ちなみに今日、はい、あの上村さんに、はい、あの山口さんがやっていただいてるのは5段階って何、はい、おいくつぐらいですか？正直まあ、3.8 ぐらいですね。それでもだいぶきついまだ続いてはこちらのマシン、グルートトレーナー。これすごい女性に今人気のマシンなんで、はい、このマシーンで僕はとんでもないことになっちゃいます。はい、1、はい、2、うわ、くるこの辺で上げる、1、お尻、そう、はい、5、9、ナイストレーニング、はい、10、オッケー素晴らしい。効くでしょ、お尻すごい。効きます。あ、やばいこれダメだよ。はい、ハーン、そう、はい、9、はい、ラスト、グッと締める、はい、10、オッケー、ナイストレーニング。やばい、これはえぐい。今放送できないような顔してました。お尻はヒップアップしたいんですけど、足は太くしたくないっていう方が多いので、これは本当お尻だけを攻めてるマシンなんで、すげえ、まあ、足が太くなったりとかっていう心配もないんで、まあ、うちの会員さんもすごいこれはマストで、あの人気なマシンの一つですね、うん、お尻を鍛えたので続いて腹筋の方ですね。はい、お願いします。はい、お願いします。仰向けにそのまま寝ていただいて。仰向けでどっちでしたっけ？こっちで。そうです。で、V 字腹筋っていうものをやっていくんですけれども、そう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 、上手上手。いいですね、いいですね。OK。はい、OK です。お疲れ様です。やばいっすね。うわー、やばいこれ。腹筋きてますね。やば。あ、回ってた。恥ずかしい、これは。じゃあ、ラスト1個、はい、上で持ち替えます、はい、で、今度また足から手に持ち替えて、これの繰り返しです。なるほど、もうきついやつじゃん、これあれ、こうか。そうです。で、ぐーっと手を伸ばして、足も伸ばして、そう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 。で、ここでお腹ストレッチかけて、8、やばい、あと2回頑張って、9、はい、ラストいきましょう、10、 OK。 休憩します。ダメだこれは。やばい、今で一番きついかもしれない。やばいっすね。ここまででおよそ1時間、一通りのトレーニングを体験できたので、ありがとうございました。最後にミッド打ちをしたいんですけど、はい、できますか？いやー、もうぜひやっていきましょう。一応あのワンパーソナルプランっていうあのプランでは、あのミッド打ちとかもあの入れていってますので。あ、ジャブとワンツーとミドルキックでやってみましょうか。はい、じゃあ最初お願いしますね。グローブタッチお願いします。 OK、 はい、いきます。はい、ジャブ、おお、いいね。はい、ジャブ、 OK、 ジャブ、 OK、 ワンツー、あ、はい、ワン、ツー、そう、ナイス、もう一回、ドン、ドン、オッケー、キック、はい、あ、もっと思い切って、はい、はい、遠慮しないでいいですよ、オッケー、ナイス、ナイス、ジャンプ、ワン、ツー、パン、そう、オッケー、ハイキック、オッケー、やばい、これはすごいわ。こんな感じですね。はい、そんな1分ぐらいの短時間で、うん、そうですね、めちゃくちゃ疲れる、はい、まあ、蹴りはちょっと置いといてパンチはすごいセンスありましたね。はい、モーションが少なくてしっかりパンチをまっすぐ打ててるんで、はい、よかったです。めちゃくちゃセンスあります。はい、プロの、はい、もう何ですかね、お、ミッド打ちとか、はい、蹴り、はい、を何か何ですかね、実感してみたいと思います。おお、ああ、いいですね。はい、大丈夫、本気でやったらダメですよ。いや、大丈夫です、本気でやったらダメです。怖いよこれは。ちょっと待って、こうね、こういういずれだとこうやばいっすよこれは。3割ぐらい、はい、うわっ、早い、うわっ、うわ、
待って、嘘でしょ。でもめっちゃ来ます。こっちが、そうですね、まあ、なんていうか、はい、やっぱフィニッシュブロー。あ、フィニッシュブロー。はい、前に出してるのかかって、こうなりますね。キック。ありがとうございます。はい、うわこれ何割ですか。これまあ、4割ぐらいです、ね。ちょっと待ってくださいよ。これ10割だとどうなるんですか。え、これ多分、ぶっ飛びますよ、僕。もう、ね、全身がもう鍛えられたっていう感覚がすごいです。ボクサー役とか、なんか減量とかありましたら、もちろん指導から、食事の方も管理させていただきますので、はい、ぜひ、ぜひ、もしそういう機会があればお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。